皆さんこんにちは。今回は歌手やタレントとしてマルチに活躍している渡辺智子さんについてです。歌手のジェリー・フジオさんとの泥沼離婚騒動と、その後の娘の暴露でかつて世間を賑わせました。そこで渡辺智子さんとジェリー・フジオさんの若い頃、結婚の経緯や離婚理由、娘の暴露、現在についてまとめてご紹介したいと思います。名前、渡辺智子。生年月日、1944年11月16日。出身地、東京都豊島区。所属事務所、オフィス28プロダクション。現在は渡辺智子として活躍していますが、以前は渡辺智子名義で活動していました。渡辺智子さんは幼少の頃から音羽ゆりかご会やポリドール児童合唱団で童謡を歌っていました。その後の1958年の14歳の時、童謡からジャズへと転身しています。そして1960年にはザ・ハイティーンで歌手デビューを果たします。その後、トモコのクレメンタインやケアレスラブなどで人気を博しました。歌手として大活躍した渡辺智子さんは、映画やテレビドラマ、バラエティ番組などにも出演して、タレントとしても活躍しています。1960年映画「菱き60歳」、1962年映画「上を向いて歩こう」。こうして渡辺智子さんは数々の作品で活躍しました。そして1964年に20歳という若さで、歌手でタレントのジェリー・フジオさんと結婚しています。渡辺智子さんとジェリー・フジオさんは1961年放送開始のパントポップショーで共に司会を務め、ジェリー・フジオさんのシングル B 面「二人の歌」でデュエットもしています。名前、ジェリー・フジオ。本名、フジオ茂樹。生年月日、1940年6月26日。出身地、中国上海。活動期間、1958年。ジェリー・フジオさんは日本人の父親とイギリス国籍の母のもとに生まれたハーフです。そんなジェリー・フジオさんは中国の上海で生まれますが、第二次世界大戦後の1946年に家族で日本へ来ています。しかし当時、英語のみしか話せなかったジェリー・フジオさんは、母親と共に言葉の壁や外見から差別を受けたそうです。特にイギリス人だった母親への差別はひどく、辛労でアルコール依存症になった母親は、ジェリー・フジオさんが中学1年生の時に吐血し亡くなっています。その後、父親も家庭を顧みなくなり、家庭が崩壊したジェリー・フジオさんは毎日のように新宿などの繁華街へ出かけ、荒れた生活を送ります。そしてジェリー・フジオさんは10代という若さで違法行為や暴力行為を働く集団の三聖会の用心棒を務めたのです。次第に音楽に興味を示したジェリー・フジオさんは1957年、ジャズ喫茶でエルビス・プレスリーの「ハウンド・ドッグ」を飛び入りで歌ったところ、スカウトされ芸能界入りしています。そして高校中退したジェリー・フジオさんはその後本格的に芸能活動を開始し、水原ひろしとブルーソックスのシンガーとして初舞台を踏んています。1961年には「悲しきインディアン」で歌手デビューします。翌1962年に夢で会いましょうへ出演し、その番組の今月の歌に採用された、遠くへ行きたいが大ヒットして一躍人気者となったのです。その後は歌手として活躍を見せる一方、黒澤明監督の映画用心棒への出演を皮切りに、映画やテレビドラマなどで幅広く活躍しました。渡辺智子さんはジェリー・フジオさんと結婚後、一時芸能活動を休止しており、たまに一家でバラエティ番組に出演したり、日本の歌で司会を務める程度でした。そんな渡辺智子さんとジェリー・フジオさんはおしどり夫婦として有名で、自動車、カレー、冷蔵庫などの CM に家族で一緒に出演し、誰もが羨む幸せな家庭を築いていたのです。しかし1985年に入ってから、不仲が報じられ始めた渡辺智子さんとジェリー・フジオさん、当時は2人とも否定していたものの、その年のクリスマスイブに渡辺智子さんが家を出て行き別居しました。そして翌1986年7月、
渡辺智子さんとジェリー藤尾さんは正式に離婚しています。離婚当初、お二人の離婚理由については、ジェリー藤尾さんの DV や叫びたり生活、そして夫婦の収入の逆転や渡辺智子さんの両親との不仲などが理由として挙げられていました。こうした理由から、ジェリー藤尾さんは飲んだくれ亭主のレッテルを貼られ、世間からバッシングを浴び、その結果テレビへの露出が減って、表舞台から姿を消すこととなったのです。またお二人の間には二人の娘さんがいるのですが、離婚当初、渡辺智子さんは娘の親権は自分だと主張しますが、娘二人は書類の親権者の欄に父親であるジェリー藤尾さんの名前を記載したのです。そんなジェリー藤尾さんは後に、世間のバッシングが身に応えていただけに涙が出たと話しています。離婚当初はジェリー藤尾さんの DV や叫びたりの生活など、ジェリー藤尾さんに問題があると報じられ、バッシングされる父親を見るに耐えなかった娘さんを二人、次女が友達に、このままではママばかり良い格好をしてパパが悪者にされてかわいそう、今度お姉ちゃんと一緒に記者会見に出て全てぶちまけたいと発言したことが報じられました。この発言により一時は落ち着いた泥沼離婚騒動ですが、4年後の1990年、財産分与トラブルにより渡辺智子さんとジェリー藤尾さんの争いが再熱したのです。なんと渡辺智子さんがジェリー藤尾さんに対し2億円もの慰謝料を請求したのです。しかしこれに対し、今度は長女が、外面を取り繕うのが上手なだけにずるい性格と渡辺智子さんに反論、さらに父が許しても私は絶対に許せないと男性の実名を挙げて、離婚当時の渡辺智子さんの男性関係を暴露して、離婚理由が母親の不貞だったことだと明かしたのです。娘二人の暴露により自身の不貞行為で離婚に至ったことが世間にバレてしまった渡辺智子さんですが、現在はどうしているのでしょうか。渡辺智子さんは一時期消えたなどの噂もあったようですが、現在でもミュージカルやテレビドラマ、そして地方でのイベントやコンサートなどに出演し活躍しているようです。2018年にはバラエティドラマ「クイズ・ノーベル賞」にも出演し、久々にテレビ出演を果たしました。2019年には芸能界デビュー60周年を迎えました。11月16日の誕生日には銀座ラウンジゼロでバースデーライブを開き、名前の「友」の通り「私はお友達に生かされている」と、しみじみ、60周年は大きいところで歌のステージをやりたいし、芝居では脇役をやりたいと声を弾ませました。離婚当初は、あの人はクズと娘二人に痛烈に批判された渡辺智子さんですが、あれから30年以上経った現在、娘との関係も少しは修復しつつあるようです。そんな渡辺智子さんは2015年5月には孫娘の結婚式に出席しており、元旦那のジェリー藤尾さんと一緒に写真に写っていました。離婚当初、多くを語らなかったジェリー藤尾さんですが、その後も男手一つで娘二人を育て上げました。そして2016年に出演した「徹子の部屋」では、スタジオに来ていた次女と孫、そしてひ孫も登場し、優しいおじいちゃんの顔を覗かせていました。またジェリー藤尾さんは千葉県の老人ホームに入居しており、ジェリー藤尾さんの娘二人は同居を希望したようですが、面倒を見てもらう気はない、迷惑はかける気はないとし、自ら入居を決めたといいます。2年間ほど老人ホームに入居していたジェリー藤尾さんですが、その後は横浜市内の次女の自宅近くにマンションを借り、一人暮らしをしていたといいます。また、あの泥沼離婚騒動から30年以上が経過してからも、渡辺智子さんに対しては名前を聞いただけで嫌になると許せない気持ちを明かしていました。しかし2021年、ジェリー藤尾さんは急性肺炎のためこの世を去りました。81歳でした。新型コロナウイルスの蔓延状況を踏まえ、2021年に次女家族との同居生活を始めていたジェリー藤尾さん、亡くなる前日も家族といつも通りに過ごしていたといいますが、就寝後に容態が急変し息を引き取ったようです。ヘビースモーカーで知られるジェリー藤尾さんは
以前から慢性閉塞性肺疾患を患っていましたが、日常生活に支障はなく、亡くなる数日前にも関係者にコンサート出演への意欲を見せていたようです。渡辺智子さんはチェリー藤尾さんの訃報を受け、コメントを発表しました。渡辺智子さんによると、2人は2021年3月に仲直りしていたとのこと。チェリー藤尾さんから愛してるよとの言葉も聞けたといい、仲直りしてからの数ヶ月は週2回は会って一緒の時間を過ごしていたようです。また、渡辺智子さんは3年前から週3日東京浅草のスナックで歌う仕事をしていることも明かしました。チェリー藤尾さんともう少し早く仲直りができればよかったと後悔をにじませましたが、仲直りしてお別れできたことが2人にとって一番の幸せだったともコメントしていました。いかがでしたか？今回は渡辺智子さんについて詳しく見ていきました。チェリー藤尾さんが亡くなる数ヶ月前に仲直りしていたとのことで、二人にとって良いお別れの仕方ができたのではないでしょうか。チェリー藤尾さんのご冥福をお祈りするとともに、渡辺智子さんの今後のご活躍をお祈りしています。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。